ディズニーフラッグシップ東京。2月4日金曜日、先行発売日です。なぜ、こんなことになったのか、先日、アップした動画をご覧ください。ということで、2月4日、フラッグシップ東京に、海外転売ヤーがやってきます。海外では、見かけない色なんですよね。桜のデザイン、海外にない色使い。2月4日にフラッグシップ東京で購入予告をしている海外転売ヤーのサイトには178個の商品を買おうとしてるようです。2月4日今回のルールですが、ディズニーストアでは1つの端末で1種類3点までです。どうやって178点を購入するのでしょうか。今回フラッグシップ東京は2月4日午前中しか予約を取ってないのです。10時から12時までの2時間で178点を購入しようとする海外転売ヤーが出没するのです。皆さんはどう思われますか。1人3つまでというルールでも178点を強奪しようとする海外転売ヤー。2月4日フラッグシップ東京に予約できた人、予約できなくて午後から買いに行く人、海外転売ヤーが大量に入る可能性があります。注意が必要なので気をつけてください。大量に海外転売ヤーが現れています。店内はキャストさん以外ほとんど外国語です。まだ買っていないカゴには大量確保した桜のプーン。買う前に転売サイト用に撮影し始める海外転売ヤー。制限時間のエリアには他のお客さんに邪魔なカゴがたくさんあります。1人3つのはずだけど、大量の桜プーのクッションを店内で確認し始める海外転売ヤー。その奥には大量に桜シリーズのぬいぐるみがカゴごと放置されています。狭い制限時間内の買い物エリアにはなぜか大量のぬいぐるみがカゴに入っています。制限エリアには数人しかいないのです。1人1種類3個までですが、エリア内にいる海外転売ヤーの数とカゴの中のぬいぐるみの数が違いすぎます。ぬいぐるみの方が多いのです。皆さん、理由、わかりますか？カゴが多い理由は、予約時間に関係していました。12時で制限エリアの予約は終わりです。カゴがたくさんあるのは、11時55分。このカゴを確保している、1人の海外転売ヤーが時間稼ぎしているのです。ロープの外には、予約外の海外転売ヤーです。1人1種類3個までで予約もあまり枠がありませんでしたが、結果海外転売ヤーが12時までカゴに桜プーぬいぐるみを大量確保して、12時になったら予約エリアが開放されるまで粘っています。オンライン販売で在庫切れになった小さなぬいぐるみは、海外転売ヤーと新宿に出没する20代の男性と女性代行ヤーの狩り場となっています。12時を待つロープ内にいる海外転売ヤー。キャストさんと海外転売ヤーしかいません。
契約がなくなる12時までをご覧ください。予約エリアで人数以上を買う人はキャストさんに注意されレジに行き始めました。よく見かける光景ですが、海外店バイヤーはキャストさんにカゴを運ばせますよね。自分で運ばない、中には他の客に手伝ってくれという海外店バイヤーもいるんですよ。12時3分前です。12時過ぎに追加でぬいぐるみを入れ始める海外転売屋。新宿は海外店バイヤーの巣になってしまいました。新宿店限定のカップなど海外店バイヤーが集まりやすい先行予約、オンラインでも買えますが在庫切れになるスピードが早すぎます。皆さんは海外店バイヤー転売屋の初日嵐どう思いますか？今後も激化するであろう発売初日、皆さんコメントください。では次の動画で。12時。